Buenos días, amigos del PADE. PADE 選手のAちゃんとアシエルです。今日はボレー、速い球をゆっくりの球、まあ、どれを打てばいいのか、どういうシチュエーションで打てばいいのか、はい、のクイックフィックスを見ていきたいと思います。はい。まず相手の球を判断する際、なんでこれは自分が攻撃する余裕があるのか、もしくは速い球でブロックをしないといけないのか、これを見抜く、事前に決めるのはものすごい難しいので、まず最初になってくるのは準備。はい。で、準備は自分が速い球を打つでもブロックは全く一緒です。なので、その一緒にして、で、時間がある時に攻めるっていう形を作っていくのが大事になってきます。まず準備、はい、は低く構える。で、ラケットヘッドをしっかり顔の位置に合わせる。これが伸びきってしまいますと腕のスイングになってしまいますので、しっかり自分をコンパクト、なのでボール、脇にボール1個分入れる、挟んで打つようなイメージ、はい、そして自分が小さくなることが大事になります。またボールに対して自分の足ですねを後ろに入れる。なのでバックハンドであれば左足、右利きの場合左足を入れてボールの後ろに入る。フォアハンドであれば自分の右足を入れて後ろに入るっていうことが大事になってきます。で、これを意識しながらやっていきますと自然と面ができますので、はい、構えて、低く構えてフォアに対してボールが来たら、後ろ足が来た時にはもう面ができてます。またバックも一緒ですね、横向いた時にはもう面ができてる。これが基本的なブロックボレーになります。はい。で、これに対して相手の球がゆっくりであれば、この時に体重を前にして踏み込んでいく、はい、っていうのが、そうです、2ステップですね。なのでまずブロックの構えをして、余裕がある時に体重を前にして倒れ込むっていうイメージで、もうそれが自然とパワーがつきますので、その時には別のショットとして意識せず、はい、ブロックもしくはパワーで前に入る、はい、この2つのステップでボレーを意識していけば、自分がどのタイミングでブロックボレーを打つべきなのか、入れるべきなのか、もしくはどのタイミングで詰めて、はい、攻めるボレーを打つべきなのかが見極められると思いますので、ぜひ次の練習、次の試合で使ってみてください。はい。以上、パデルセンシャルの A ちゃんとアシエルでした。ノーゼーマルフォートアンディゴセパデル。